ブエナスタルデス、アミーゴス。どうも、PJLL のバハロンです。はい、今日も勝敗予想をやっていきましょう。今日勝敗予想するのは、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合。田口隆介対石森泰治ということになっております。はい、こちらの方もですね、まずは最初に勝利者予想を発表したいと思います。2019年2月11日 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、田口隆介対石森泰治の勝者は、石森泰治選手でございます。はい、まあこちらの試合はですね、正直言うとですね、 IWGP のジュニアヘビー級選手権試合ということでシングルなんですけれども、串田選手がもう1月末で退団されてしまってますので、まあ新しい挑戦者を見つけるっていうのがね、なかなか難しいというところがあるんで、今後の展開がね、非常に予想しづらい、非常に予想しづらいというものになってます。そして、まあ、石森選手がシングルプレイヤーとして因縁のある相手っていうのもね、なかなか探しづらかったんですが、まあ、今回はですね、簡単に言うと、これ思い出していただきたいのは、まあ、高橋宏夢選手が、まあ、帰国して帰国した翌年のすぐ 1.4 の東京ドーム大会で IWGB ジュニアチャンピオンになり、で防衛戦をね、ドラゴンリーとやりっていう時に、その後に田口選手がね、登場してきてですね、名マイクですね、生死をかけてね、生死をかけて俺と戦ってくれよと、で その返事をいただけるかな、575でみたいな感じで言ってたマイクがあるんですけど、まああれをね、思い出していただきたいと分かると思うんですが、まあある意味ですね、もう田口選手っていうのは新日本プロレスのもうジュニアの門番みたいな役割にちょっとなってきてるのかなっていう気がしてます。まあ、要は今後ジュニアで戦っていくんであれば俺を超えていけみたいなね、感じなのかなという気が非常にしておりますんで、まあこれはですね、ある意味田口超えマッチみたいな感じなのかなという気がしてます。で、まあ、先ほども言ったように、シングルプレイヤーのチャレンジャーを見つけるのが非常に今難しいですねという形になってきてますんで、まあこれね、まあ石森選手が要は田口選手を超えて田口超えを果たし、で、ジュニアとしての、選手として俺はやっていくんだよみたいな、まあなんて言うんでしょうね、そこを確定させるみたいなポジションマッチ的な意味合い非常にあるのかなという気がしてます。で、あとはですね、結局その高橋宏選手の復帰タイミングとかね、まあそういったものがどう絡んでくるのかっていうのは非常に大きく影響してくると思うんですよ。で、まあ、ある程度、例えば、復帰タイミングが読めるってなれば、今度は、まあ、石森選手自体も高橋宏夢とね、ベストオブザスーパージュニアとかで戦って因縁はありますから、まあ、そこまで防衛させるか、まあ、ここに一回、そのドラゴンリーとかを当てて、ドラゴンリーにベルト持たせてもいいのかなっていう気もするんですよね。ね、ただまあ、例えばヒロムが登場してきたからといって、まあ首の怪我というか頭の怪我というかね、あの辺の怪我なんで、いきなりじゃあベルト戦やりますよって非常に難しい気がしているので、まあ例えばこの田口石森の試合の後にもしかしたら高橋ヒロムがドーンと出てきて、まあ、挑戦表明する可能性はあるんですが、まあ、そうなってくると、
そこまでに試合数が非常に少ない状況なので、ちょっと危険かなというふうに思ってるんですよね。なのでもうちょっと余裕のあるタイミングでやった方がいいので、まあ石森選手が勝ったとして、もう一人ね、多分別のチャレンジャーを当てるっていう流れかなっていう気はしてます。で、まあ、ここでさっき言った、っていうか、その2月3日の IWGP ジュニアタグ選手権試合の予想でも言いましたけれども、ここで一旦デスペラード選手当てるのも面白いのかなという気もします。なので、まあ、この IWGP ジュニアヘビー級選手権試合にとっては、まあ、田口超えマッチというですねことなのかなと、まあ、田口選手を超えることで、もうお前は新日本プロレスのジュニアだよみたいな、ね、ポジションを得ると言いますか、まあ、そういう背負ってやっていってくれよ的なものがね、確定するというか、まあ、なんかそんな感じがこの試合にはまあしてますね。なので新しいチャンピオンを作ってシングルプレイヤーを育てていくっていうか、チャンピオンとしてそのベルトを戦えるシングルプレイヤーを育てていくっていうポジションで、まだ石森選手っていうのはね、チャンピオンで何回か防衛したりとかしてるわけじゃないですから、まあ、こういう防衛戦をいくつかやるというのもありだというふうに思ってるので、まあ、今回は石森選手が勝利するという予想でございます。まあ本当にね、ジュニアヘビーに関してはですね、どうしても高橋宏夢に対する期待というのが非常に高すぎてですね、いつ復帰するんだ、っていうところばかりに、まあ注目がいってしまうわけなんですけれども、まあ今はやはりですね、その、早く復帰してほしいという気持ち皆さんもちろんあると思うんですけれども、それよりも、この新日本プロレスのジュニアのチャンピオンを、まあしっかり、見ていくということはやはり重要なのではないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんね、この田口選手と石森選手の試合っていうのも非常に注目していただきたいなというふうに思っております。はい、まあ、ぜひ皆さんの勝敗予想コメント欄に書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。